続いてご紹介するのはアントン・プレルという、ドイツ製のチェロのナンバー1というモデルですね。はい、もうおなじみのチェロになります。こちらですね。前回のですね、紹介させていただいた動画でも申したんですけども、小野楽器でも特に人気のあるモデルとして販売もしてきたモデルになりまして、ドイツのニュルンベルグという町で工房を構えてまして、作っている純ドイツ製の楽器になっております。森さん、こちらはどうですか？プレルのチェロといえば実績がありますし、はい、非常にね、先生方にも演奏家の方にもね、人気ですよね。実際加藤文江さんからもですね、こんなお言葉をいただいてるんですけども、私が普段使ってるチェロに一番近いかもしれないというのもまあよく馴染みのある感じがするってことをおっしゃってましたけども、やっぱりいいチェロのやっぱり音がするっていうことなんですかね。そうですね、特にね、プレルのチェロはチェリストが一番欲しいその厚み、音のねがすごくありますよね。意外とただ音が出るとか厚いだけじゃなくて、発音がクリアにできると思います。だから音が取りやすい。確かにこう弾いてみた感じがですね、すごくこう本当弾きやすいですし、低音も高音もゴモゴモしないで、本当クリアなストレートのこう響きがするので、表現しやすいなっていうふうには感じましたね。評判なんかもね、厚みをしっかり残しつつ、ちゃんと楽器全体が響くように設計されてます。はい、この楽器ってトラブルがとっても少ないようなイメージがありまして、はい、ネックのトラブルですとか、評判が割れてどうのこうのって言ったことも、修理で受けたことってほとんどないなっていうイメージなので、はい、本当にしっかり作られてるんだなっていうのは感じますね。さすがね、ドイツ製というところですよね。こちらのプレルのモデルは1から4のモデルがあると思うんですけど、うん、どういった違いがあるんですか？プレルのチェロは基本的には同じモデルで同じような規格でできてるんですけど、まあ一番大きな違いはやはりこのメープルの木の出方ですね。まあこれもですね、素木に近い、ほぼそんなにドラムがね、出てないですね。先ほど話したように、その素木って音響的には決してマイナスではありません。非常に振動しやすいっていうことがあるんですけど、やはりその見た目ちょっと地味に、ね、なってきます。より上級機種というのはより乾燥した、でもトラムがもっと出てくる、上級機種の方がさらにニスの色合いもね、もうちょっとこう高級感のある色合いに出してると思うんですけど、まあそこがね、一番違うところですね。やっぱりこのモデルもやっぱりコスパを考えるとかなり、まあ、いいっていうところも人気のポイントなのかもしれないですね。20万円ぐらいのチェロを探しに来られたお客様でも、やっぱりアントン・プレル弾いていただくと結構気に入っていただくことが多いんですけど、多いですよね、やっぱりまあ、チェロのどれぐらい出していいか分からないっていうことで、ご予算的に10万、20万円ぐらいの見に来られる方って実はすごく多いんですけども、もう触った瞬間だよね。そうですね、本当にもう開放弦で全く弾けない人でもちょっと弾き方ね、ちょっと教えさせてもらって弾いただけでも、はい、わーって ね表情明るくなるもんね、はい、それぐらいインパクトがある楽器なので、これはぜひですね、店頭で触っていただきたいなと思いますね。あと先ほどの、まあ、キュンストラーの楽器、ドイツ製の楽器でしたけど、それと比べた時って本木さんどうですかね？両方とも本当によくできたドイツ製のチェロなんですけど、ちょっとその方向性はどっちがいい悪いではなくてね、セレクトできるテイストをそれぞれ持ってまして、はい、キュンストラーですね、しっかり音出るんですけど、こう高音の繊細な表現なんかも結構得意なんですね。でプレルはもう少しやはり重厚なストレートな、もういかにもチェロという押し出しのね、分かりやすい音なんですね、はいはいはい、そこの違いをどういうふうに取るかですね、はい、確かに音圧っていうかそのパワーがすごいプレルはあるなっていうイメージですし、キュンストラの方がまあ女性的っていうとも変なんですけどね、なんかその柔らかい雰囲気というか、音色が本当に綺麗な感じというのは本当にあるので、割と分かれたりしますよね。店頭でも触ってもらっても本当値段に関係なく、あ、こっちの方が私音好きっていうことで選ばれたりすることが多い気かなと思いますので、ぜひ比べていただきたいですね。このプレルを選ばれる方は単品なんで、じゃあ弓も選ぶっていうね、こともありますけど、ね、こちらはそのキュンストラーの時に一番相性がいいね、アリフランスがいいってお話したんですけど、プレルの場合は逆にアリフランスもいいんですけど、例えばランゴルフっていうね、まあ、こちらもドイツ製の弓で、ランゴルフの弓はより高音の繊細な表現っていうのがすごく得意なんですけど、それを組み合わせるとちょうどいい具合にね、繊細な表現もできますし、音のね、押し出しも楽しめるっていう、はい、まあ、そういう風な楽しみ方もできますね。
最後にですね、ご紹介するのはハロルド・ロレンツというチェコのルビという町で工房でですね、作っている楽器のナンバー2というモデルになりますね。こちらになりますね。これまた風格がある感じですね、ちょっと。アンティーク調ってわけでもないんでしょうけど、なんとも言えないこの、いや、かっこいいですね。まあ、やはり上級機種だけあって、ニスの厚みとか色味、まあ、いわゆるそのアンティークフィニッシュですね、ちょっとこう陰影をつけて、はいはい、で念願のね、来ましたね、メープルのやっぱり、ね、深みのあるいいですね。それはやっぱりね、モークがあるとちょっと所有欲を駆られるというか、はいはい、かっこいいですね、かっこいいです、やっぱり、はいはい、なるほどですね、真打ち登場という感じですね。文江さんの、文江さんって言ったと、加藤さんの演奏もですね、聞かせてもらって、やっぱりなんかこう、色気がすごい出てる楽器だなっていう印象だったんですけど、はい、どうでした？そうですね、もう本当に先ほどご紹介したゲバとキュンストラがちょうどマッチしたような、うん、音もね、鳴るし、響きの感じもすごくこうね、はい、華やかで、そうですね、余韻もすごい残ってて、残る感じでね、はい、何が違うんですかね、本当に。もう全て違います。先ほど話しているその響板ですね。響板、ちゃんとした厚みを残しつつ、木もしっかり出てますけど、シーズニングで乾燥をしっかりさせている材料を使っています。で、見た目もね、いいですし。で、ニスも、やはり下のね、グレードに比べると、まあ、よりいいニスをね、使って、仕上げにも時間をかけちゃうんですね。で、あとこういうパーツですね。コマとか昆虫剤とか。まあ、もう実績のあるこういうね、テーピスとかそういうものも投入されてますし、茂木さん、今聞いてて思ったんですけど、うん、ニスの違いってどんな違いがあるんですか？はい、ニスって本当に安い楽器になりますと、いわゆる吹き付けっていうのもあると思うんですよね。まあ、それはあっという間にできます。ただこういう上級機種になりますと、これはちゃんと手塗りで、でしかもバイオニスってどんどん塗れません。なんか1日に2回とか3回ぐらいしか塗れなくて、乾燥時間が非常にかかるんですね。でそれを何日もこう塗って乾かし、塗って乾かし、その間にですね、磨き作業というのがあります。表面をある程度ツヤツヤに磨くんですけど、あんまりテラテラにしちゃうとなんかね、吹き付け塗装みたいになっちゃいますから、この楽器なんか特にですね、このアンティークフィニッシュって言って、ちょっとこう陰影をつけてるんですけど、これ一旦塗ったものを意識的にまた剥がしてるんですね。そうしますと、ここの冬目に濃いニスが残って、この夏目のところ白っぽい部分は少し色が少ないんですね。ただこういう作業はですね、簡単に塗るわけにいかないので非常に時間がかかります。まあ音のことを言いますと、ニスって実はあんまり厚く塗りすぎちゃうと、やはり音が鳴りづらくなるんですね。こうちょっとアンティークフィニッシュっぽくするっていうのは、ある意味ニスを剥がして、まあ、また透明のニスをかけてみたいな、手間暇かけてますから、そういう点でも音質的にも有利になってます。ニスはね、大事って言いますもんね。なんかそのテレビの特番とかでもね、ストライバイの秘密はニスだみたいなことも言ったりしますけど、やっぱりこのレシピとても大事ってことなんですね。そうですね。夏目冬目って何ですか？夏目冬目というのはですね、弦楽器は、まあ、チェロの場合でもね、この表板だけはメープルではなくてスプルース、日本でいう松ですね、ピアノの響板と一緒です。それを使ってるんですけど、こういうちょうど夏に発達する部分と冬に発達する部分で細胞の感覚が違うんで、冬はですね、ほんのちょっとしか細胞って発達しないので、ここの縦の繊維が濃くなります。で、夏はどん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 細胞が成長するので、まあ白っぽく、黄色っぽくなるんですね。繰り返し1年のね、夏、ね、冬、細胞の違いがこの縦の陰影になっているんですけど、ここですね、
吹き付け塗装みたいに一様にバーって塗っちゃうとあんまりこう出ないんですね。でそれを意識的に少し剥がしたりまた色を調整したりするとこういうふうにはっきり、まあ、いわゆるオールドバーリーみたいな風になってくるんですね。おじさんこの夏目のそのこの幅っていうんですかね、うん、はい、目の幅ってよく太い方がいいのか細い方がいいのか議論ってなんかある気がするんですけど、実際どうなんですかそれって。はい、単純にですねこれヨーロッパ材なのでこのどこで取れたかであと山のどの斜面で生えてるか、うん、この冬目と夏目の幅の間隔、まあ、広めのものもあればすごく詰まってるものもあるんですけど、響板としては適度に開いてた方がいいんですね。 あんまり詰まりすぎちゃうとガチガチになっちゃうので、はいはい、ちょっと振動しにくくなります、うん、まあ、いわゆる硬い音になっちゃうんですね、はい、逆にあの広すぎちゃうとあんまりにもちょっとね響きすぎちゃって締まりのない音、まあ、適度にっていうことなのでちょうどいい具合だと思うんですね、うん、これだとね。ああそうなんですね、はい、結構皆さんもドイツ製に対するイメージって、まあ、あると思うんですけど、チェコ製の楽器ってちょっとどうなんですかって気になる方多いと思うんですけど、チェコの楽器っていうのは何か特徴があったりするんですか。はい、昔はあのボヘミア楽器とか言われてですね、うん、例えばそのイタリアだったらストラディヴァリス、クレモナとかね、うん、ドイツだったらミッテンバルト、スタイナーみたいなね、うん、ドイツ、フランス、イタリアそれぞれなんかバイオリンの歴史的にも有名な製作家とか製作地がありますよね、うん、でチェコって一般的にはそういうとこってあんまり知られてないですよね、うん、本当に超有名な製作家の過去にいたわけではないんですけど、うん、まあ、私たち専門家の間では無名だけど、でしかも結構音のいい楽器が昔から作られている場所なんですね、うん、いわゆるそれがボヘミア地方っていうところなんですけど、ボヘミア地方というのは実はですね地図上で見るともうドイツの国境沿いなんですね、うん、時代によってはドイツだったり、そうです、領土のあれがありましたもんね、はい、ボヘミア地方のチェコの人っていうのは結構ドイツ語が堪能だったり、うん、カテゴリー的にはチェコの楽器というのは大きく分けてドイツ製の楽器に属することも多いんですけど、はい、ただ私の印象ではドイツの楽器よりももうちょっとあのなりやすい楽器、うん、ドイツの楽器って非常によくできてるんですけど、例えばバイオリンの中にはちょっと硬すぎるとかがっちり作りすぎ、まあチェロではいいんですよね、ちょっとバイオリンなんかであのがっちりしすぎてるっていう楽器もいいんですけど、国境を越えてボヘミア地方にやるとちょっとそれ緩くなる。確かになんかちょっと開放的な音のイメージありますね、チェコの楽器の方がね、民族的にもドイツ人ほどリズムでがっちり作れないとか作らない、その緩さ加減が弦楽器にとって非常にいい塩梅になってる、ね、いい塩梅になってるかなって、はいはいはい、チェコっていわゆる東欧ですよね、で昔からチェコとかハンガリーとかあの東欧というのはですねジプシー系の人が多いですね、いわゆるジプシーバイオリン、ジプシー系の方たち あのエッセンスというのは非常に弦楽器に相通じるものがあって、またもうそういうのもいろいろ混ざり合ってなんかこうチェコの楽器というボヘミア地方の楽器というのはなんかより音のいい鳴りのいい楽器というのは昔からあるんじゃないかなっていうイメージはすごくありますね。じゃあ堅苦しくなくもう本当に楽しく弾けるいい音を追求していったって感じなんですかね。まあスラブ系のね血が入ってるかなっていう。確かにチェコの楽器って買い付けなんかでもねあのたくさんさせてもらいましたけど、うん、どれもなんかいい音するなっていうイメージが、ね、はい、安くていい音じゃないんですけど、はい、そんなに値段がねすごく張るわけではなくてもみんないい音したなっていうイメージがあるので、うん、やっぱりそういう文化があったってことなんですね。民族的な相性というかね、うん、ヨーロッパの楽器っていろいろあると思うんですけど、はい、ルーマニアですとかロシアはどうなんですか。ルーマニア結構量産楽器で出回ってるものもありますよね、聞きますよね、うん、いわゆるそのジプシー系の音楽家、ヨーロッパでそのジプシーの人たちが定住してる場所が結構ルーマニア多いんですけど、まあ、東欧全般の中でもね、ただその楽器を作るっていうのってで音楽を演奏するとか作曲して音楽を生み出すとはちょっと違いますよね、やっぱりちゃんとした理屈とか生産拠点とか生産設備とかね理論とか一定の品質のものをちゃんと毎回作り出すっていうマインドが必要だと思います。ちょっとそこは、ね、苦手なのかなって、ドイツのメーカーのちゃんと技術指導が必要だったりするんじゃないですかね。そうですね、ロシアはバイオリン製作とかあの、まあ、例えば弓のね
制作家とかっていうことで言うと昔からあんまりいそうでいないんですね、関わってない、うん、多分ちょっと遠すぎる西ヨーロッパの中心地から、うん、ロシア系の人で、まあ、西ヨーロッパそのフランスとかイタリアとかドイツの方に来てそこでそのイタリアの制作家として活躍してたりね、うん、いますよね今ね。シュッツさんとかもそうですよね。あ、そうですね、うん、はい、シュッツさんのお父さんはもともとロシアでそういう工房をやってて、うん、で車に移ってきた、うん、まあ2世ですよね、うん、ロシアでなんかこう活動拠点してるってあまあいるんですけどねそんなに出回ってないですよね、うんうん、ジプシー系のいわゆる東欧の中でもチェコっていうのはドイツの影響をすごい受けてるから制作にもすごく長けてたってことなんですかね。ドイツの影響というのもですね、歴史的にはチェコってすごくドイツとの結びつきが、まあ、大きいですね。あの昔ねドイツっていう統一された国がなかった時代ですね。19世紀まではちっちゃな国に分かれてたんですね。昔あのハプスブルグ帝国ってありましたよね。そのオーストリアのウィーンを中心とした、はい、まあ、帝国ですよね。でその時はドイツとオーストリアとチェコ、まあ、いわゆるボヘミア地方って全部ハプスブルグ帝国のものなんですよね、まあ、スペインもそうでしたよね。そのボヘミア地方の人たちというのはドイツ語をもう、まあ、強要されたというドイツ語は公用語として話したり書いたり、今でもあのヨーロッパの買い付けにチェコのプラノに行きますとオペラハウス2つあったじゃないですか、はいはい、でなんで2つあるのかって、ね、聞いたらあっちはもともとドイツ語を上演するオペラハウス、うん、チェコ語が禁止、うん、ですけどチェコの人にとってみればえなんで自分の言葉なのにね自分の言葉でオペラできないんですか、うん、っていうことでチェコ語でオペラをやるハウスっていうのがね2つあるっていうぐらい、うん、ドイツとの結びつきはもう本当に密接、うん、で意外 とチェコっていうのはですね工業国なんですね、まあ、非常に優秀な車ですね今でも、まあ、そういうものがあのヨーロッパで普通に親しまれてますし、だからものづくりっていうことに関しては東欧の中でもチェコっていうのはちょっと抜きん出てると思います。そうなんですね、はい、手が器用なんですね。器用ですね。でなんかあんまりこういい加減じゃないけど意外としっかり、ね、ちゃんと作り出せるんですけど、うん、何でもかんでもガチガチじゃないんですよ、はい、ドイツ人ほどこうリズムではなくて ちゃんとこう緩いところもあるというか、じゃあちょっとイタリア人みたいな気質が あったりするんですかね。そうかもしれない。なんかちょうどイタリア人的なところとドイツ人的なところがうまくミックスしてる感じ、ね、確かにチェコの人なんか陽気だったイメージありますね、うん、はい、まあ、非常になんか人生をね楽しんで るうん、そういうのもやっぱり制作に音に出てくるんですね、はい、面白いですね。じゃあこのチェロなんか本当そういういいとこ取りですよね、うん、まさにね、thank you.
ということでですね、あの5本のチェロの比較させていただきましたけど、いかがでしたでしょうか。小西さん、あの本当に歴史の話までいろいろありがとうございます。私も勉強させてもらって、はい、とても面白く聞かせていただきました。楽器自体はですね、お店の方に各種ご用意をしておりますので、ぜひですね、お客様自身で比較していただいて、また選んでいただければと思いますし、何かご迷惑ことあればスタッフの方にですね、おっしゃっていただければ、ご選定のお手伝いもいたしますので、どうぞご来店お待ちしております。